こんにちは。皆さんの耳が幸せになりますように。ハッピーニュー。イエーイ。韓国人パクです。今日は米津玄師さんの地球儀をレビューしようと思います。今日ちょうどジブリスタジオの君たちはどう生きるかを見てきたので。じゃじゃーん。残った感動を忘れずに一緒にレビューしたくて準備しました。それでは、行くわよ。アルプスの感じが感じられるんじゃないですか。なんか大自然っていうか、大自然の草原とめっちゃ似合う楽器が使われてますよね。すげえ。僕が生まれた日の空は、ああ。もう、最初から終わりました。なんか、ふぅ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 。知ってるコラスっていうか、あれが出てて、なんか爽やかな気持ちが出たんだけど、大自然の森？ここ日本ですよね。検索してみると、日本の島だって聞いたんですけれど、こんなところがあるんだって、本当にびっくりしました。あと、米津玄師さんの深い声は、寂しさがなんか溢れてる感じ？続けていきましょう。あれはだってだ。言っておいれど背中を撫でる声を聞いたあの日。あ、途中でこんな椅子の音聞こえますか？ロッキングチェア、ロッキングチェアのなんかキシムっていうの音が聞こえて、なんていうかちょっと。死を待ちながら思い出を回想する老人みたいがちょっと感じられます。季節の中ですれ違い、時に人を傷つけながら、あんな美しいなところがありますか。すごいですね。映画みたいです。アニメみたいです。僕はなんか画質が悪いかなと思って、わざと 4K に変わってまた見てるんですけれど、今画面でわざとノイズフィルターをかけておいて、視界を曇らせた感じがありますよね。なんか老人の視線かな。すごい。わあ、あれ、これネタバレかな。映画に出る動物が出ますよね。もう映画のシーンが思い出す。すごい。皆さんも笑顔を絶対見てください。すごいです、本当に。今、光が差して、鍵盤の音がティーン聞こえてるのが、もう、光が音になったらあんな感じかなっていう感じですよね。すごい。飽き足らず思い馳せる地球儀を回すように。これは本当にロッキングチェアに座っているのは神様みたいんじゃないですか。この歌詞見ると。神様が地球儀を回りながら、回しながら、ちょっと、君たちはどう生きてるか見てる感じ、すごい。表現力やばいですよね、やっぱり。
本当にこの水が落としてる音が鍵盤に聞こえる感じと、ゆっくりこのきしむ音が聞こえるのは、どこからなんか 見られてる感じ、この今の MV が神様の視線じゃないかな、目線で見る場面じゃないかなって思います。僕が愛したあの人は、あれ歌い始まる時、呼吸の音までなんか、今物語が始まるよ、今から話しますよっていう感じが、呼吸の音まで活かしてリッチングしたのもすごいさすがだと思います。誰も知らないところへ行った、あの日のままの優しい顔で、今もどこか遠く、ああ、なんか愛した方がちょっと亡くなった、いなくなったのをあんな表現で使われて、もっと心に響いてる感じですよね。もっと悲しく聞こえます。ああ、あの裏声が本当に寂しいです。あれは本当、米津玄師さんの武器じゃないかなって思ってます。ああ。どんな秘密があったかな、また出会う夢を見る、いつまでも一かけら握り込んだ秘密を忘れるように、最後まで思い馳せる地球儀を回すように。これはなんか映画のことが思い出しますけれど、ネタバレになるからちょっと話しにくいですよね、申し訳ないです。はぁ、一つ寂しさを抱え、僕は道を曲がる。ああ、ここも本当ネタバレしたいんですよね。一つ寂しさを抱え、僕は道を曲がる。他の道を行く感じですよね。もういなくなった人っていうことを続けて、もう死んだ人の世界、亡くなった人の世界、生きてる今自分の世界が別じゃないかなって感じられます。ああ。今見ましたか、あの光で米津玄師さんが若干見えなくなって、また見える時鍵盤の音がぴょん、さっきは光だったのが今は米津玄師さんじゃないかなって感じられます。わあ、あの演出もやばいです。ああ、今アルクが始まる時、ちょうどドラムのキックがブン聞こえたんじゃないですか。米津玄師さんは本当にレイディっていう曲の PV 見た時も、アルクだけでなんかダンスみたいで踊りながら感じ、めっちゃ音楽乗るのがめっちゃうまいだと思います。すごい、あのディテールから感動ですよね。地球規模を回すように。
どこを見ていらっしゃるんですか？今、生きてる誰かを、いなくなったの、向こう。おー。最後、なんか、椅子から起きた音がちょっとします。しました。今、どこかに出ていく感じかな。わー、すごーい。あんなところが存在するんだ。あー、波の音まで、ちゃんと録音したのがすごい。こんな寂しく終わっちゃいますか。感動しすぎ。本当、感動しすぎて何も言えません。あー、宮崎駿さんの10年ですよね。10年頃の作品と米津玄師さんがあれを見ながら育てたって聞いたんですけれど、二人のことが全部感じられますよね。なんか最初は幼い時ちょっと地球儀を回しながら見た感じだったんですけれど、最後はなんか老人っていうか神様が見ていらっしゃってる感じ。なんか二つの人物が全部感じられます。本当宮崎駿さんと米津玄師が一人に感じられるっていうか、これ本当に言いにくいですよね。いろんなことを思い出させるっていうか、あー、これから何を思って生きていこうかっていうのを自分で自分に質問したくなりました。最後の椅子から立ってどこかに行くのも、あれが老人かな、神様が今まで地球儀を回しながら行ったのが終わった、これからあなたの世界だっていうのかなってことも思い出したし、本当、ああ、また繰り返してゆっくり見たくなりました。映画も 3D でまた見たいんですよね。IMAX でちゃんと音聞きながら見たんですけれど、3D で楽しめることも多いと思って、また見に行きたくなりました。あ、本当、今日はちょっと感動しすぎて、テンションが低くなったんですけれど、あんな作品とあんな歌でした。あんな曲でした。本当に、もう耳だけじゃなく、心まで幸せになる曲じゃないかなって思いました。本当にありがとうございます。それで皆さんの耳が幸せになるまでにもっと頑張るので、皆さん登録といいねとアラームしてよろしくお願いします。今日はこの感動をちょっと残ってまた聞きながら酒飲みたくなりますよ。それで今日はここまでします。ハッピーニューイエーイ。もう全部見ちゃったんですか？スキップとかしなくて？そしたら、これとこれも見てください。